大石誠は日本の児童文学作家。埼玉県白子村出身。父は医師で大石委員を営んでいた。白子尋常小学校に入学後、豊島区の西菅も第五尋常小学校に転校。同級生に童話作家の松谷美代子がいる。戦争を嫌い、兵役を逃れるために科学の道を志し、 バセタ大学の理系学部に1945年入学、その後第一文学部英文学科に編入。総大同和会に入会し、坪田常ジョージのコネにより、コミネ書店で編集のアルバイトをしつつ、大学生活を送る。1951年7月、美和実学校の旗上げに参加し、創作活動活動に専念。これら三団体の後輩に、寺村テルオがおり、 童話会時代寺村の作品を初めて褒めたのは大石である。寺村によると、童話会では一番の読書家だが、字も一番汚かったとのこと。大石と寺村は、その後、生涯と通して、親友となる。他に、同会では、今西助行前川康夫、竹崎雄飛と親交が深かった。童話作家として一本立ちしてからは、東京都秋島市に長らく住む。 出身地である和光市の白子コミュニティセンターには、直筆原稿や遺品などの資料が展示されている。和光市内循環バスのポンチョ、風神記号ポプラ社より1982年発売され、差し絵は村上豊が全館担当。同時に寺村テ,テルオドーア全集も発売され、端末解説ではお互いが寄稿し合っている。現在絶版。 風神記事堂文学者協会新人賞を受賞。また、和光市では、ゆかりの人物として、コミュニティバスである、和光市内循環バスに2010年2月から、埼玉県立芸術総合高等学校の生徒2名が、デザインした、風神記号のラッピングが施されている。教室205号実写映画化されている。戦いの人と、田中肖像外の赤ずきんたちチョコレート戦争。 全国の小学校で幅広く読まれ、発売以来50年以上が経つが、今も、なお人気の高い作品である。不思議なつむじ風ひばり団地の点灯虫ミス3年2組の、誕生会のポビルのデブ君4年4組の風、駅長さんと青いシグナル、お母さんの誕生日、天狗先生は1年生、悟ルの自転車、天狗先生の作者は、大石と次男の連名になっている。これは、 次男が小学校の宿題に提出した創作動画を大石が書き直して商業出版したため。さあ行け。ロボット兄のバンボペリカントーさんのお土産森太郎さんの自動車。ありがとうございます。